じゃあ入っていただいてこの距離感どうもこんにちは、久しぶりの動画になるんですけども、今回はですね、山市鋼さんから、鈴木さんと長谷川さんに、名古屋からお越しいただきました。で、今日来てるのはですね、小鳥の森キャンプ場なんですけど、どうやら新製品が出たということで、今日はちょっとそれを撮らせていただきたいなと思います。じゃあ鈴木さん、はい、早速なんですけど、新しいもののちょっとご紹介をいただければ。あ、今から長谷川がこの先を組み立てます。まあこれ初めての撮影っていうのはね、ちょっと恥ずかしいものがありますもんね、やっぱり。あ、でコンパクトにね。コンパクトに、はい、収納されてるんで。今回のは、話に聞いたところだと、バイクでツーリングとかするときにも持っていけるようなサイズと、まあ、太さもちょっと変わってるってことですよね。はい、軽量をかけて、あとは収納性を上げるっていうのをちょっと、なるほど、一番大事にして作っていますね。でコンパクトにするためにパーツ分解できるようになってるんで、ちょっと点数多いんですけど、はい、これ構造が分かっちゃえば簡単に組み立てれるので、うん、大丈夫。今回溶接してあるのはここだけですね。ここが溶接箇所だけで、あとは溶接がないです。ああ、なるほど。あとはこういうストリッパーボルトとかで止めてるのがあります。なるほど。こんだけバラバラになってるんですよね、こういう類似した形、それぞれ特徴を持たせてるんで、組み立てる時に迷わないようにちょっと考えて作ってあります。長さは同じだけど、同じですね、ほぼほぼ同じだけど、この曲がり具合が違うってことですね。はい、まずコネクトロッドをこう置いていただいて、これが一番上に来る部分ですかね。あ、そうです、そうです、はい、このメインフレーム、はい、これをまずこの溝があるところを下にしてもらってで、このフックをですね、内側に向けてもらって、一番縁っこの穴にこう刺していく。で、これが結構綺麗に刺さると気持ちいいんで気持ちいいですか、はい、なるほど。で、こう刺していきます。で、これもこの溝を下にしてフックを内側でこう刺していきます。あ、ちなみに、はい、刺す時の注意点としては、これ外側じゃないですか、はいはい、内側には刺しちゃいけないっていうところですかね。そうですね、この段階では、はい、外側に、はい、外側に刺すと、刺して、これテンションロッドなんですけど、はい、形を固定していくためにはめてきます。で、ここの穴にこう刺してきます。なるほど。カメラですよ。はい。で、こうやってもうこれ形になってるんで。うん、なりましたね。はい。これをもうくるっと。うん、ひっくり返してもらって、五徳ロットですね、はい、これをこの溝のところにこうはめていく。これ分かる人には分かると思うんですけど、この組み立てが楽しいのでぜひ楽しんで組み立てしていただければなと思います。で、これちょっと形の違う五徳ロットが2本あるので、はい、それ2つをここにはめて、で、これ結構自分で好きなところに動かせるんですけど、なるほど、一応これが動かないように縁っこの方がいいんですね。縁っこにしていただけると使いやすい。ここのところ各見てもらうと、こういうふうに隙間が空いてる状態だと、はい、このロッドが押さえつけることできないんで、この人を下にこう押さえつけるようにすると、この人のテンションがしっかりかかるんですよ。あ、なるほど。あ、浮いてたかってことですね、うん、そうそう、コンコンで叩いて落としてあげれば、こいつはしっかり止まります。で、最後にこのネットですね、こう引っ掛けてもらえば
完成です。はい、こうしてみるとやっぱあれですね、パーツの数は多いけど、まあ、組み立てやすいですね。そうですそうです、慣れちゃえば本当に簡単に組み立てできるので、収納性がすごいいいの で、 あと老骨な作りになってるので頑丈なので料理もここで全然できる、はい、できます。はい、ありがとうございます。全部直線で構成されてて、めちゃめちゃ洗いやすいですね。あ、洗いやすいですよね、絶対これ。しかもバラバラになるし、これがとりあえず、ひたきソロの本体、ね、はい、本体なんですが、もう出たんですけど、そうですね、もう、ここから今から長谷川作るんですけど、はい、ツーリング行っても、この量の中でサイドボードまであるっていうサイドテーブル、なるほど、これはオプションになります、オプション、はい。ちょうど先ほど鹿野さんから言ってもらったこの穴って何って言ったところの、はい、この2個目の穴を使うんですけど、この内側の穴はオプション用に作られてる穴ですね。なるほど、だから左右どちらでも拡張できるような作りにそうですねされてるわけですね。つなげていくと胸に広がってるそれが下着の良さです。そうそう、で私ちょっと一回も組み立てたことなくてこれはここに鍵がついてて、さっきの同じ上2畳目に切り欠きがあるん で、はい、でこれはやっぱり同じ方向で、で端っこの方の、この辺で内側の穴に2つとも刺してもらって、これは内側ですね、こっちと合わせるためにってことですね。なるほど、で刺さったらこいつをひっくり返して、でここにガチャ、なるほど、このピンがまたひたきの特徴的なところの一つですよ ね、 これを一応スポイルせずに生かそうって言って作って、溶接だけはとりあえずやめようかなっていう感じですね。でこれではまるとこの状態はフラフラじゃないですか、はい、だからこの下のこのテンションロッドでこっち側、はい、真ん中の今度は高さを高い上側、上側、はい、あここですね、はい、はい、で下はこれ使ってもらってであのプレートを、はい、こんなにもないとあれで、あの五徳のロッドを使っちゃうとスカスカなんで今度はプレートのこれをはめる、ね、なるほど、でこれは可動式になってる、はい、こいつはこっちに移動させたり、これも結局日ごと日が近いとこれチンチンになっちゃうので熱くなるので、まあ、逃がしておいた方がいいかな。そうですよね、これはひたきの親玉の時に経験してるんで、台として使える領域はこのくらいかなと。なるほど、いやでもこれはバイクで行くにはすごい装備ですよね。でやっぱり暗いよねって料理見えないよねっていうのでこれもオプションなんですけど、これはどこのロッドにつけてもいいんですけど、はい、やっぱり火床からは離さないといけないんで、その方向だけちょっと見てクランプしてもらえないんですけど、ここにこんな風にしてやってこの人をつけるとここに明かりがつくんで全体的に明るくなるよね。例えばこういうちっちゃめのランタンとか優子とか軽いものぶら下げてあげると、ああいいですね、まあ、あまり重たいものっていうのはここにぶら下がらないんで、なるべくツーリングで使えるようなランタン、なるほど、あのなんだっけゴールゼロとか、ちなみにここの大きさのあれとしてはあれですか、薪がそのまま乗るみたいな、やっぱりこれ市販で売られてる40センチ薪で、はい、そのこう置けて、いけますね、そのまま置けますね、でやっぱりこれ下がメッシュだから燃焼性も高いと、そうですね、例えば今これ薪が火床ですけど、はい、炭だったらやっぱりこれ今下に下げてるのを上に上げてしてやってもらうと火床からの距離が近いんで、なるほど、料理も良くなるよね。ああそっか、この上の距離は何なんだろうと思ったら炭ってことですか。そう、炭ですね。なるほど、だからすごい近いんだ。薪火でやるとちょっと薪の大きさからいったら狭くなっちゃって入りづらいかなと思っちゃうんですけど、通常薪だったらまあこう入ってもやっぱりちょっと近いんで、炭火だったらまあ距離的に良いかなと。そうですね、これ持ってるともう
紙フィットでロストルがソロでも使えるということです。で当然頑丈っすね。やっぱこれでやると炭でやった時に、うんうん、このサンマが皮が焼きつかないとか、まあ、ちょっとすっごいこれ面白い使い方ができるんで、炭の匂いがついて、うんうん、これしかもちょうどロストルが2枚乗るぐらいの大きさですね。これがいけそうっすよね。ああいいっすね。完全にこれ焼肉できますねこの上で。そうめちゃめちゃうまい焼肉ができます。あとこれあのロストルはロストルだけでも販売されてますよね。6800円。このロストルはいいんで、ぜひこれ見てる方はですね、このロストルだけでもちょっと手に入れると、まあ、山市浜根さんの仕事の良さが分かるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひぜひ。夜の方がいいですよ。ああいいっすね。もっと近い方が良かったらここの締め具合を変えてあげれば位置は移動するんで、うん、自分の好きなところに締め付ければ、うん、これいいのが多分ここは動かないんですよね。動かないです。これは大きく動かないですね。ほぼ固定されてる感じですよね、うん、これがひたきのソロですね。こっちがソロですよね。ソロでこっちがひたき、はい、これちょうどケトルは、まあ、ここに五徳が乗ってない状態でお湯を沸かすっていうのでこういうロッドを作ったと、はい、でロッドも連結するとランタンホルダーになるようなもの。で今これランタンぶら下げてますけど、はい、あの枠の LED なんかをぶら下げるとちょうど下がすごい明るい状態になるよっていうのが、まあ、料理してて本当料理ができてるかできてないかっていうのを皆さん分からずに食べて生じゃんってよくあると思うんですけど、ありますね。やっぱそれよりもしっかりこう確認しながらやれるようにっていうので、それも飛先の本体にこう直接つけられるように考えたんで、なるほど、パイルドライバーとかしなくてもこのままで使います。うん、でこれもやっぱり変わらずこういう動きをできるんで外に逃がすってことをして、まあ沸きすぎたら逃がしてあげる。まあ火が必要な時は入れてあげる。で夜間がこの大きいものだったらいいんですけど、いやいやちっちゃい夜間こんなくらいだよって、これが火床が遠いじゃないですか。遠いですね。でこれはここのとこがチェーン構造になってるんで、とやると、なるほど、物までこう近づいて、ここでロックかかるんで、このためにあるのか。へ、ね、あ、まあそうですね、これパイプだから、はい、こういうこともできちゃいますよね。そうなんです。こんな風にして高さを自分でコントロールしてあって、まあいらなかったら逃がしておけばいい。ただ重さは 2.5 キロぐらいのものじゃないと倒れちゃうし、うん、あと下の石の重さっていうのはやっぱり重要なんで、これが3キロ、こいつに水が入ると大体3キロぐらいになるんですけど、はい、この状態で石がないってなると、うん、ギュワンとこう硬いできするんで、なるほど、まあ、こっちに重さを少しある状態にしてあげて使うというようなことをちょっと考えてください。なるほど。ここのつなぎ方なんですけど、ここはこういう、ここは差し込んであるだけで、下は差し込んであるんですね。間はこうねじ込み式のこんな構造になってますんで、なるほど。ははは。本で回転させて固定したものをここにくっつけると。だから。ここに関してはこうグニングニンってこう回ることがないってことですね。そうですね。ちなみになんですけど、このひたきソロの、まあ、あのこっちの本体だけにはなるんですけど、本体だけのお値段っていうと、本体だけだと29,800円。29,800円の、はい、サイドテーブルが19,000円。19,000円、はい、ロストルが6,800円、1つですね。あの電気のスタンドが6,500円だったっけ。まあ、ちょっと石の方に入って価格を、はい、確認していただければ。設計ですね。ちょっとなかなか金額しっかり見てるつもりなんですけど。おしぼりとかあるんで。ああ、すみません。もし使うときは使ってください。名古屋の人ってやっぱ手羽先いっぱい食べるんですか。いや、そんなこともないです。やっぱ食べないですよね。地元だと食べないですよね。食べないですよ。ただ山ちゃんに行って、ああ、世界の山ちゃん。そう、食うかなってのは。あ、山ちゃんは間違いないですね。ちなみにこれからは何をするところなんですか。今から
スパイスカレーを作ります。スパイスカレー、カレールーじゃなく、はい、スパイスを使って。へー、本物のカレーです。ちょっとあまり料理しない結構あれですか、料理が好きなんですか。料理はあまりしないので、はい、野菜だけで日が暮れるかもしれないです知ってるだけでスパイスカレーが得意料理だったりとかは。はい、得意料理。得意料理です。ああ、それは楽しいですねしてもらってありがたい。初火入れをさせていただきます。下ネタは適当に耐えられる人なのかなと思って会話しちゃうとドズボルんですよ。ドズボル。何罠が。さっきも俺突っ込もうかと思ってたけど。分かったあの時。いやなんか突っ込んで俺までコンプライアンスの意識になったら嫌だなと思って。あの時は何も意識してなくて普通に話してたんですよ。はい。はい、話したんですけど神さんが笑ったんで、あ、そういうことかって。ちなみにあの一緒にキャンプに来たことはないですか。はい、あ、初めてなんですか。初めて、初めて。ぶっ込んできますね何回かやってんのかと思った。違う、全然ですよ、初めて。全然。あ、そうなんですね。で、車の中でスキューの状態を聞いたら、はい、あ、これすげえと思って。あ、だからいろんなこうファミキャンとかドルキャンみたいなことを言われてるんで、そんなの別に道具なんかどうでもいいし、基礎スキルは完璧だなと思った。なるほど。帰っていらんこと言わんほうがいい。ただ帰って、お前何私に喋っとんだよ。いやいやいや帰り道に。そうそうそう、刺されちゃう。あの、じゃあ今後フィールドスタイルとかも長谷川さんも行くの。来週出る。毎週土曜日。あ、行くんですね。土曜日だけ。へなんか今事件が。あ、撮ってた。大惨事が起きた。見なかったことにして。そうですね。映像を撮られてる。さらにどんどんスパイス足していきましょう。これはどれぐらいの、はい、あれかな、スパイスこぼしたかな。カノさんはね、そういうところしっかり映像に残すから。うん、お子さんが。シューつけるときにブワンって散らしちゃう。これなくなってもいいかね。あ、いい、こうやった方が早いでしょ。おぉ今度なんて名前つけますね、命名は。これなんだろう甲子園の砂集める、集めて家持って帰んないThank you.
10分ですね。固めて置いていい。ほんと細かく割るような感じで。もうすごいやっぱあれですね、これでダチョウ群でこう上から押したりしても全然びくともしないですよね、うんうん。じゃあ改めましてよろしくお願いします、はい、乾杯。おいしい。やっと誰か飲んだからちゃんと飲める。なんか美味しそうですね。いや美味しそうになったっすね。ちょうど乗りますね。おー、いい感じ。決してこのために作ったわけじゃない。真ん中炭なんじゃん。あ、なるほど。床にあるのが連結したやつで、こちらが本体だけ。あ、前の時もっとゴツくなかったっけ。こちらには置いてるんですけど、あ、これあのソロ用で今回新しく発売したやつなんで、結局スパイスは香りみたいなんで、あ、なんかたくさん入れてもそこまでなんか、あ、入れたから味が濃くなるってわけでもないみたいな。あ、そうそうそう、ちょうどいい感じになるかな。それでもちょっとお肉いただきますので。あったかいうち。じゃあいただきます。これは手羽先になるんですかね。そうそう、何なんだろうこれ。うん。美味しくないです。いや、うまいですこれ。今何が一個まだ残ってるものですか。おーい。鈴木さん。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、かわいい、かわいいやつ、ドラえもんに、はい、あ、じゃあいただきます。そうだこれ、うまそう。じゃあせっかくなんでみんなでせーので食います。あ、いいですね、はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。あ、うまい、うん、うまい、うん、美味しいです。うん。うん。普通ジュワーって言うじゃんね。いや、これチョコい。うん、もうこれでもうあのこうしたらこれで終わりになっちゃう。オッケー。牛乳バクバクでいっちゃうよ。あ、膨らんできた。おお。いいんじゃないですか。いい感じ。いい感じじゃん。いけるんだ、うん、例えば 7,8 人ぐらいでキャンプとかするとそれぞれ好きなもの作るじゃないですか、あれを分けるのがまた面白かったりしますよ。うん、それぞれ作ったもの、それぞれ作ったものを基本的にああいう時って自分が好きなものしか食わないから、なんか結構決まってきちゃうっていうか、なんかとんでもないことばっか話してるね。大丈夫です、大丈夫です。疲れとピーッとハラスメントの話とか、ハラスメントのところはね、あの撮ってなかったんで、はい、あ、ゴンバク見てる、うん、この次方でたぶん痛めていってなくなる。
じゃあちょっといただきます。玉ねぎ超甘いですねこれ。やっぱスーパー四国のスーパー玉ねぎで。じゃあホットドッグもいただきます。